似顔絵の第一人者、この方とあのモノマネのハリスナオさん、はいはい、ハリスこの二大巨頭のようですけど、この二人、みんな憧れた作家さんというか、あれちゃんもこう特待生作ったんですか。うん、そうですね、ね、うん、割と常連さんというか、はい、もうこれは皆さんがそうですね、そうですね。え、ちょっと私、一つ問題を言っていいですか、その件に関しては。たくまさんはどうしてですか。常連さんではあるんですね。間違いなく、ね、まあ、特待生になるかどうかは、皆さんのご意見によるといい。いくら出した、ね、回数がそうか、なかなか関係ない。梅田さんと、たくまさんはもう初回からね、悪ノリの頃から、ね、まあでもなんか本当に悪ノリしてる感じで好きですけどね、うん、それはそれでね、うん、まあそんな風にしてこう山口さんの後ろにはたくさんの人がいて、亡くなってからも含めてたくさんの人が似顔絵をね、それも私も競い合ってるので立ち話ですよね。素晴らしいですけど、人を残すっていう、ね、そんな方が影響を受けて、はい、ああ、でも頭の勉強になるかも。そうそうそう、ありがとうございます。さあ、そのたくまさん、たくまさん杉田水脈さん、自民党衆議院議員のこの裏金問題でね、あ、ね、しかも美人さんでございまして、あ、なんかいろいろやった人、僕予感したんですよ、ニュース見た時は。たくまさん来るなすごいすごい、もう分かるんですね。多分ニュース見てたくまさんを連想するのは我々だけでしょうね。あ、多分この人だろうな。ものすごいチンポイントじゃねえ。チンポイントじゃないか。ピンポイント。ダメだな。チンじゃない。下ネタ言っちゃった。最近下ネタ言ってねえから口が自然に言っちゃう。地域的にピンポイントで人気がある。そうです。さあ行きますよ、はい。こうなります。まあ、ああじゃねえよ。一回本気で怒られろ。そうだよね、はい、自民党から怒られろ。怒られろ。そうだよ。でもね、分かる。そうだよね。え、何か間違ったらエゴンシーレみたいな。そう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 、そんなイメージある、うん、なんかね、うん、いや実はね、前回ちょっとさえちゃんと二人で喋ったんですよ。たくまさんの家に慣れたねって我々がだんだんね、驚かなくなってきた。普通じゃんみたいな。それはそうなんですよね。たくまさんらしくないなみたいな。いや、こっちが今度言わなきゃいけない。言わなきゃいけない。たくまさんならもっとひっこうなんかこうなんかガッとくるのなんかかけんじゃないのみたいな。本当に喉仏があるんじゃない。え、本当だ。いやでも谷間はありそうだ。谷間はある。不思議な。右目ありますね。左目のその大きさの違い。前髪ぶっつつんだし、眉毛でし。本当に玄関開けてこういう人が来たらどうします？そう、ホラー映画ですよね。はい、ありがとうございます。高橋さん、もうこれ以上ちょっと僕らもね、コメントしまったしづらいな。ナミヘイさん、前回もこちらです。はい、ただですね、ちょっとこの最後に自分言いたかったんですけど、まあ杉田水脈さんはね、第二の人生を頑張ってください。
まあ、彼女のね、政治的なその立ち位置とか姿勢は、まあ、それはさておき、それは個人の好みがありますからね。ただ、彼女が問題提起してた、北海道とアイヌ、ね、あと縄文時代と弥生時代、うん、あと日本という国の成立、設立っていうのかな。その問題だけは、確かに自分も興味はあります。うん、これはやっぱり思想とかね、政治的な立ち位置とかを抜きにして単純に考古学として歴史学としてね、自分はやっぱ学んでみようかなとは、思いましたし思いますね。うん、やっていこうと思います。はい、ではまた。よければチャンネル登録、いいねボタンお願いします。